初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。彼はおそらく自分がスパイに協力しているっていう自覚はないと思うんですよ。美味しいご飯をおごってもらえるとか、私がなんか喋ると喜んでもらえるっていうので、そういう自覚のないスパイ協力者がいっぱいいるんですよ。日本はどこの国からやっぱ一番スパイされてます？イメージはやっぱ中国、ロシアってイメージやけども、日本で活発にスパイ活動をやってるのが3つあって、ロシア、中国、北朝鮮。スパイが使うなんかこう手口というか、まあ、スパイが接近してくる方法ですかね。そうですね。気をつけたいじゃない、なんか自分とか一般人の方、自分は関係ないと思わないでほしいですね。まず自分自身が情報を持っている時に来る場合と、自分を踏み台に情報を持っている人に行きたい場合に来るので、上司とか、はい、だから手口は皆さん知っておいてほしいんですよ。自分自身とか周りで会った時に、あ、それスパイじゃないかって分かるようにですね、はい、手口としてはさっき言った2019年に警視庁が摘発したソフトバンク事件なんかはですね、ソフトバンクの課長さんに道出た時にですね、もうそれこそロシア人の方が日本語上手でフレンドリーに、この辺で美味しい店ありませんかって、まあ、よく知ってるから。私じゃないですよ。違います。声をかけてきて、お礼にっていうことで、名刺ください、後でお礼したいですっていうことで名刺を渡した。そこで会うようになっていて、最初はパンフレットになったり、あなたの会社に関心があります。ください。誰でも手に入るようなものをもらって、で、ここは当然おごりですよね。次はもう少し詳しいの欲しいです。公開されてね、ちょっと部内法みたいのを持って。行く。そうするとちょっと謝礼も上がると。でこれがどんどんいって、最後は1回につけも20万30万になってて、それは本人も途中でやめようにもやっちゃってるもんだから、まず最初にですね、偶然出会った美味しいものの店ありますかっていう時点で、もう何ヶ月もかけてこの人の家とかも全部調べて、いやー、偶然を装って話しかけて、でもそれどう対処したらいいんやろうね。対処の仕方はお店を教えてもいいんです、うん、名刺渡してもいいです、パンフレットぐらいだったらいいですけど、社内の公開されてない情報を持ってきてくれって言った時に怪しいと思わないといけないです。そうよね、うん、そこで怪しいと思わなかったのは不思議だと思われるし、思う人は思うんですね。だからそこで会うのをやめるとかなんですけど、1回目会ってあんだけ喜ばれて飯をおごってもらって、うん、ちょっとした謝礼ももらってるから、部内法このぐらいだったらいいかって渡すと、そうするとまた喜ばれて謝礼が上がる。そういう人をそもそも狙ってるんじゃない。例えばお友達が少なくて孤独な感じやったりとかするし、お酒飲むと気分が上がる人とか、その辺もありそうやね。これがさっき言ったスパイの訓練がそこなんです。もう心理学的に偶然を装って小さな謝礼をして、謝礼をどんどん大きくしていく。めっちゃ苦労してるね。頭も磨いて体も磨いてるわけでしょ、スパイの人は。で途中で気づいたんですよ、怖いと思って。でもうやめたいって言ったら、私は外交官です、逮捕されないです、帰るだけです、あなたはこのこと発覚したら刑務所ですよ。そうですねってなって、家族のことも知られてるだろうし、そうもう家も全部分かってる、職場も分かってますよね。当然防ぐ方法としては、まず手口を知ってもらえば、あ、情報と謝礼上げてきたなっていうと、来た来たって分かるじゃないですか。今もう皆さん分かりましたよね。だから善意がこう勝手に犯罪を犯してるわけだからね。女の人だったらまた分かんなくなっちゃうかも。謝礼金じゃなくて恋愛。ハニートラップですね。ハニートラップは中国が得意。中国は女性スパイが結構多かったりするんだ。そうなんだ。いくつか方法があるんですけども、日本人が上海とかに駐在とか出張に行った時に引っかかる手口としては、キャバクラみたいなところで行って綺麗なんですよ。大体そういうところには別室があるんですよ。そしてオプションで遊べますよっていうと、も日本じゃないしちょっと気が緩んでて、オプションで行くとその動画とか画像とか音を捉えられて、やることやってる時のあれが別室ではもう隠しカメラで撮られてるってことですか。で企業はそういうことがあると、自分の会社の評判悪くないし、株価下がるし、株主総会が荒れるから、もう言わないんですね。穏便に穏便に済ましていくっていうのが、あとはちょうど事に及んだ瞬間に公安とか警察が踏み込んでいくんですよ。お店と日本人も一回連れて行かれて警察に、お店の方は簡単な事情聴取で帰る、日本人だけが残って拘束が続くと。もう仕組み分かりますよね。通報して警察が来て、お店だけが戻ってくると。だから絶対遊んじゃダメなんですよ。ゲイはハニートラップにはかからないですか？かかる。いや、可能性はあるんじゃないですか。実際にでも、ハニートラップではないですけども、ゲイ業界でもそういうトラップが一応あって、マッチングアプリとかでいう、すっごいかっこいい男の人が、君ほどのタイプだと。こんな方からってこう進んでいくとだんだんお金のお話になっていったりとかそれスパイじゃない、スパイじゃない、情報じゃない、詐欺のね、あの LINE でコード送ってこいみたいな。でもね、あのスパイも使ってる気するで、マッチングアプリとかも。北朝鮮のスパイの目的は情報よりもお金なんですよ。ビットコイン盗むとか、本国に送金もあるので、スパイが使う可能性がありますよね。あ、そうです、スパイかもね。スパイ同士は公安にバレないようにうまいこと情報交換してたりするんですか？あまり通信って使わないんですよ。インターネットとか、傍受されたり消し忘れたりとか、ね、聞いたことはあればね。どういう渡し方をするかっていうと、まずフラッシュコンタクトっていうのがあります。フラッシュコンタクトっていうのはすれ違う瞬間に渡すんですけども、例えば地下鉄の階段、細くなるところがありますね、はい、降りてくる人と上がってくる人がこの瞬間に。そんな一瞬でですか？ドラマとかでよく見るやつだから、これはもう分かんないですよね。で、私たちも尾行するときにすぐ後ろになんかいないので、そういうときにフラッシュコンタクト、たとえ落としてもいいように、当然ですがそれは本人たちしか分かんない暗号で書いてある。ああ、なるほどね。それを落としたとしてもそのまま読めないような。映画の世界やな。やってたんですか？そういうのをやってるのを見た。2010年に、これアメリカですけども、アンナ・チャップマンっていうロシアの美しすぎるスパイっていた。そんなきれくなかったけどな。そんなきれいじゃないですね。また聞かれるよ、ロシアの悪口。これ FBI の捜査官がこの瞬間にまさに地下鉄ですね、渡してました。で、日本でもやってます。何駅が多いんですか？駅はね、そんな特定がないんですよ。その時々によって決める。もう一つ渡し方があって、デッドドロップ。デッドドロー、かっこいい。プロレスの技みたいな。神社のベンチの下の決められた場所に A という人がまず埋めます。分かんないように土を掘って埋めるんですね。そして後日 B という人がそれを拾いに行く。接触がないから捕まんないですよね。紙拾っただけでも別に犯罪じゃないんじゃないですか。普通に考えると。これは掘り起こされたとしても暗号で書いてあるし、工事とか掘り起こされる可能性が少ない神社とかに一旦埋めて、そして別な人がそのポイントに後で拾いに行く。こういうのが実際にVIVANTというドラマで、あれも神社です。神社を使ってましたね。一般人とかそんなとこ掘り返さんもんね。なんか不謹慎というか。最近はもう流れてないんかもしれんけど、ちょっと前までラジオでとある周波数に合わせると北朝鮮語でずっとね、わけわからんこと言ってて、スパイかもしれないですね。なんでやねん。本国から暗号やねんけど、指示出し聞いたことある。今も行われていて、そうなの？ピョンヤンからまあ日本に放送が流れてるんですね。そうするとある時番号だけ読み上げるんですよ。あ、そうや、番号や。普通は北朝鮮の将軍様が偉いとかですね、こういう大きな行事があったっていう。今でもリストに載りましたね。将軍様をおちょく。将軍様をおちょく。向こう行ったら首をはねられる。いや、これ私は友達のものまねです。あれだけ数字が流れるんですけど、それはもう指令を流してるって言われていて、乱数表と漢字表を、漢字表っていうのは字を置き換える表、照らし合わせてその指令を読み解くっていうのがあるんです。解ける人いないのかな、そういうのって。で、解けないようにですね、乱数表と漢字表を定期的に変えるんですよ。うわー。これは郵便できたり、旅行者が持ってきたりとか、北朝鮮のスポーツの、この間サッカーありましたけど、ああいう代表団の中に紛れてて持ってくるんですよ。定期的に変えていって、それでその数字の指示を読むんですね。でもなんだっけってなっちゃったら終わらない。そんなアホちゃうよ。そういうアホは多分採用されないので、途中でクビになるから。まああと何回か流すんじゃない？同じことをね。新聞とかテレビでも指示があったりするんですか？ラジオ以外でも。昔はですね、今あまり見ないですけども、新聞に尋ね人なんていうのを出したことがあったとか、そういうのを何月何日に出したら日本海側のどこどこの海岸に行くっていう合図だぞとかのが決まってた。どこに今やったらたくさん出現しますか？多い地域というか。スパイですか？スパイはですね、一人一人に好みのパターンというか行動とかがあって、この場所に多いですっていう言い方はできないんですけど、ただロシアのスパイでいくと名刺交換をするのがロシアのスパイ得意なので、パーティーですよね。あと防弾チョッキとかの展覧会とか幕張メッセとかでよくやります、スパイは自分が尾行が来た時に確かめる場所っていうのが結構好きな場所があって、有名なのが恵比寿駅の長いエスカレーターってことですか。新地のところですか。そうです。遠い町に長いのがあります。自分の後ろに今ついてる人、これスパイかもしれない。顔を画像に入れたいっていう時にはわざとそこに乗るんですよ。長いエスカレーターに乗っちゃうともう尾行してる方も降りられないじゃないですか。一回乗っちゃう。確かに確かに。そしたら降りてきた人が上がってって自分は降りて邪魔にならないようなところにして録画モードにしてるんですよ。そうすると通っていくしかないじゃないですか。で顔を背けたりすると、ああ尾行だって分かっちゃうから追ってった方もそのままここに画像が入っちゃう。そうすると俺を追ってきたやつはこいつだぞっていうのを大使館に帰ったらこの仲間と共有する。ああこいつは尾行だから気をつけろ。それが公安の人からしたらそのところからはちょっとなるべく外れた方がいいねとか。私たちの場合は経験則と知ってるから長いエスカレーターの方が絶対乗らない。乗らないんですよ。それやっちゃったらもう部署変えられたりとか、もうその尾行のお仕事はもらえなくなるんじゃないですか。そうですね。基本は失敗しない。スパイって給料はどう払ってもらってるんですか。普通に何から国によって若干違うと思うんですが、彼らは国ではエリートなので国家公務員で給料は一般の国家公務員より高いと言われています。あとは自由に使えるお金、相手に渡すお金もそうですし食事するお金も結構自由に使えるので経費的な感じってことですよね、はい、で失敗しないで引退すればいろんな年金が高かったりとか退職金が高いとか、お給料はスパイ活動で払われてるわけじゃないですか、うん、でスパイ活動もそこそこ時間を割かなきゃいけないんだけども、お仕事をしてなかったら怪しまれるじゃないですか、うん、何もしてなかったらどこからお金入ってんのってなるから、うん、そうなった時に一応形上やるお仕事みたいなとかがあったりするんですか。典型的なスパイの職業として外交官っていうことですね、はい、あとは新聞記者、特派員を装うんですね。特派員として日本に来て、特派員だと人に会うのも旅行するのも怪しまれないんですよね。取材だもんね、はい、あとは航空会社の社員としてのスパイもいます。これは申請してきた人のパスポート情報を盗んで本国に送る。だからソフトバンクに就職するとかはないんですか。狙ってる会社に就職する、そこに行ったら直接アクセスできそう。例えばレンズの情報欲しかったらキャノンに行ったりとかっていう場合もある。ロシアはソフトバンクを狙った時に後から課長さん狙ったんですけども、中国は膨大なデータベースがあるんですよ。日本にいる在日中国人、そこでソフトバンクの社員いねえかなって探すんですよ。もう働いてる人で別にスパイでもない人をね、で3人いたと、どれが一番いいかなっていうんで後から、それはもうめっちゃ映画でもいるんですよ。協力としてもともと違うけどスパイ活動し始めるみたいな映画あるから。ロシアの手口だと機密情報持ってこいって言われたら気をつけるとか相談するって結構対策としてはやりようがあるんですけど、中国のやり方はその人に中国のスパイの手先が連絡してきて、協力してくれればお父さんお母さんの年金アップするよ、あなた帰った時就職斡旋するよ、逆に協力しなかったらお父さんお母さんどうなるかわからないっていうか、中国は協力しないといけないって法律があるんですよね。断れないんですよ。訓練もしてないわけですもんね、その人は。そう、素人、真面目な人です。真面目な人があるときリクルートされちゃうんですよ。うわー、あなたたち実は中国人とかじゃない違いますね。何を変装とかでもこういうマスクみたいなゴム人間アギラとかってあったんですか。公安警察って変装しますかっていう質問をよく受けるんですが、これはない。あと分かっちゃうカツラとかヒゲとかあんまりないんですが、マンションとか団地とかをいなきゃいけないような時に電気や水道や宅配屋みたいなのがあります。ああ、職業の仮装はあるってことですね。仮装があってマンションのなんかしてこうやって歩いてればもう分かんないじゃないですか。確かに団地で電気屋さん水道屋さん見たら本物か泥棒の下見か公安ですよ。泥棒も多いらしいで、この春の期間はね。そうそう、下見でね、そういう格好をしてる。みんなもう諦めよう、気にしてたら気にないだろう。でも泥棒の下りで言うと、彼らは下見されてる時に声をかけられる、顔を見られるのが嫌なんですよ。お前誰だじゃなくて、ご苦労様です、こんにちはとか、ビラ配りにもいるから、これ何のビラですかねって、その声かけられたことで、あ、ここ顔見られた、声かけられたって言ってやめるんですよ。普通にご苦労様ですとか、何のビラですか、これだけの防犯になる。失敗したこととかあったりもしないんですか。私ですか。はい、私は基本的に失敗はないんですが、1個だけスパイに協力してた人を追っかけていった時に、ある駐車場に入った方が入った場所を見やすいっていう状況になったんですね。私と私の同僚が駐車場に入ってスパイに協力してた人を見てた時に、近所の人が不審者で110番しちゃったんですよ。スパイですね。こういうことあっちゃダメ、バレちゃった。警察官が当然来ますね。ここでどう切り抜けるかが問われる。それないんや、警察が来た時に実はみたいな、それに近いことをやるんですが、それをスマートにかっこよくやらなきゃ、他にバレないように、バレない。まず来た警察官が地頭がいいやつかどうかっていうのをまず見て、それ見てわかるんですか？勘ですよ。来た感じで、あ、こいつは勘がいいやつだろうな、地頭いいやつだなって私が踏んで、来た警察官の近くに行って、その警察官の近くで警察学校の校歌のサビの部分を歌う。そうすると警察官って分かるでしょ。おお、確かに。警察学校の校歌のサビの部分を歌って、しかも公安っていうのはハムっていうんですよ。公安の公っていうじゃカタカナでハムですよね。サビの部分を歌ってハムって言ったら、制服警察官の方はもう分かったと。110番をしてた人が見てる可能性がある。そうね。スパイに協力してる人も何の騒ぎだって見てる可能性がある。ここでごたごたしちゃうといけないから、彼らも110番処理っていうのをやらなきゃいけないから、110番した人に通信指令室から厳重注意をやりましたと、何事もなかったように。地頭が悪いバリバリの筋肉系のが来ちゃったら、ちょっと偏見ですわ。マッチョはバカみたいな。地頭がいいかどうかはもうなんとなく分かる。こいついけるなと思ったんですよ、来た時に。そして今の作戦で、あとで私は彼が勤務してる交番にリポビタンで持って「お前将来公安にならないか」ってこういう。へえ、かっこいいね。気づいて職質とかされた時に自分も「ハム」って言っても、それ気をつけないと身分詐称っていう軽犯罪法違反になってしまうので、一般人の人から不審者として言われた時に「警察官です」とか勝手なこと言ってると身分詐称になるから。2002年に日本と韓国が共同開催したワールドカップありましたね。あの時にアルカイダが高速鉄道、まあ、いわゆる新幹線ですよね。日本で？日本ですよ。日本で狙ったテロを計画してたんです。事前に察知して爆発物取締りの法律で取り締まる。私の先輩なんかはこれで家突き止められてしまって、今のように防犯カメラがない時代ですよね。家の前に動物の死骸を置かれたり、郵便受けに「お前に娘がいるだろう」と「どうなるか分かんないぞ」って言われた。